どうも、ゆえみざらし漆黒の炎獣です。今まで、ちょっと長い間、バンド活動をやらせてもらってきて、今年で、10年目、10周年ということになりました。このタイミングでこのようなお知らせをすることはちょっと不本意というか、いつも見てくださってる皆様に対して非常に申し訳ない気持ちでいっぱいだなと思うんですけども、タイトルにもある通り活動終了に関するお知らせになります。タイトルにはあるんですけど、活動を終了するっていう、本当に応援してる皆さんからしたら本当に悲しいような出来事で、こちらとしてもその活動を終了するというのは本当に心苦しいことです。やめました、活動を終了するの。いいよね、活動終了。いいよね、やめて。活動終了、はい、活動、え、終了する、はい、どうした、活動終了する、活動終了します。でも本当に悲しいことなんですよね、活動を終了するっていうのは。どうだろう、どうだろうか、活動このままだと活動終了することになっちゃう。どうしよう、えするってこと、聞いてる、あ、え、活動、え、終了してるの、してんのか、え、ど、え、どうする、え、活動終了しません。ですがね、我々は、ね、今年一応10周年迎えてますんで、ベストアルバムの方ですね、6月の5日の方に出させていただきます。そして透明版のワンマンツアーがですね、6月から8月1月ずつですね、3ヶ月かけて行います。今回はですね、ちょっとなんだろう、結構下ったっていうか、なんかね、ちょっと変な空気、今変な空気になってます、今変な空気になってるんで、そのなんだろう、明日どうする、あげる、ミュージックビデオあげる、どうする、やめる、え、あげません。明日8時にあげます、ミュージックビデオ。ベストアルバムにも入るですね、新曲の方のミュージックビデオをちょっと上げさせていただきます。こちらのチャンネルの方でプレミア公開にて、上げさせていただきますので、皆さんぜひね、お楽しみに。